おはよう。うん、朝パフェ最高。朝からパフェなんて胃もたれするぞ。平気平気。あと10杯はいけるよ。というかその大量のお菓子は何だ。うん、危ないよ。一つも渡せないよ。それ全部自分用かよ。抵抗ペンギン。砂糖中毒になるとどうなるのか。つい手が伸びる。くちゃくちゃむちゃむちゃむしゃむしゃマグ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 モニュおいサクくちゃくちゃおいおいなにうるさいごめんそんなに落としてた。自覚がないのか。そんなに腹が減ってるのか。そうでもないんだけどなんだかつまんじゃうんだよね。もしかしてお前砂糖中毒じゃないか。えイライラする。砂糖中毒だなんて失礼だな。僕が中毒なのはソシャゲだけだよ。そんなこと自信満々に言うな。とにかく別に僕は砂糖がなくても生きていけるもんね。本当か。甘いものが食べられないなんて余裕さ。ペッ。まあ暇すぎるよ。我慢の限界早すぎだろ。違う、砂糖が欲しいわけじゃない。僕は暇だからチョコを食べてたの。暇なら仕事しろよ。止まらなくなる。一口だけ、一口だけだから。全然一口じゃないじゃないか。本当にあと一口だけ。おいパンダ、いつまで食い続けるんだ。これは違うんだよ。やめられない止まらないの CM で。いつから広報担当になったの。そんなに食ってたらもっと太るぞ。今僕がすでに太ってるみたいに言わないでよ。それに僕はちょっとぐらいぽっちゃりしてるぐらいが可愛いからさ。これでもっとモテモテになったらどうしようかな。その自己評価の高さ、ある意味羨ましい。太る。案の定太ったな、パンダ。こんなにわかりやすく。あのさ、僕が太ったんじゃなくて、僕以外が痩せたんだよ。哲学。何さ、その熱い視線は。今のパンダさん、丸々として、見ているとお腹空いてきますね。ダイエットしなきゃ。いや、その必要はない。なんで。このままお前が太っていれば俺がシャチに食われるリスクは減る。僕を身代わりにしないでよ。それはさておき、ダイエットする気になったなら何よりだ。お昼ご飯はいつもの丼物とデザートにパフェの予定だったけど、痩せるためにパフェは我慢しよう。いつもの丼物って富士金時丼。それ甘党の中でも銀髪の何でもやしか食べないやつだろ。感情が安定しなくなる。甘いものが食べたい。ストレスマックス。確かにブラック企業でストレスがたまる。脳が甘いものを欲することはわかるな。でしょでしょ。しかしお前は仕事してないからノンストレスだろ。そんなことないもん。もう我慢できない。なんだうるさいやつだな。のパンダが仕事をしているだと。しかもすごい筋肉。今の僕なら何だってできそうな気がする。仕事なら任せろ。あ、どうした。些細なミスでデータが一部吹っ飛びました。え、もうダメだ。お前の体どうなってるんだ。数時間後。パンダさん何時間もあのままですね。ゲームやネットサーフィンすらしていません。砂糖の過剰摂取のせいで完全に鬱状態らしいな。鬱だから仕事できないのも仕方ないよね。サボるための言い訳だけは安定してるな。体調を崩しやすくなる。寒いよ。この部屋クーラー効きすぎじゃない。いつもと変わりませんよ。ああ適温だぞ。最近前よりも体が冷えるんだよね。シャチ君、熱々のコーヒー。はい。だからコーヒー入れてって言ってるんだよ。言葉には気をつけてください。食べられたいんですか。すいませんでした。はい、どうぞ。ありがとう。ちょ、砂糖入れすぎですよ。そんなに砂糖入れるとどこかのよろずやみたいに糖尿になるぞ。アクション。風邪をひいちゃったみたい。砂糖の摂りすぎが原因で冷え性になり風邪をひきやすくなってしまったみたいだな。
どこに行くんだ？早退する。なに、帰るなんて許さんぞ。風ぐらい仕事をしていれば忘れる。帰るなんてただの甘えだ。絶対に許さんぞ。そんな、ひどい。上司命令だ。どんな時も働き続けろ。なあ、上司、上司。なんだ、俺に入れてくれたのか。気が利くじゃないか。って、甘い。お前にはもう少し甘さが必要だと思ってな。虫歯になる。昨日から歯が痛いんだ。原因は明白だな。歯医者行けよ。このくらい平気だよ。問題は痛い方の歯では甘いものを食べられないことさ。どうにか甘いものを食べたい。なんとか効率的に糖分を摂取したい。もはや全ての歯が虫歯になる日も近い。いいよ別に。歯を失ってもいいのか。大好きな甘いものを食べられなくなるぞ。たとえ歯がなくなっても砂糖を摂取し続けられる方法を見つけたからね。なんだその方法は。角砂糖を口いっぱいに頬張って唾液で溶かす。もはや狂気。そして僕はすでに健康代償にパワーを手に入れたしね。はおん、マッキーン、砂糖を食べたらマッチョに進化。ほうれん草なら健康的でよかったのにな。砂糖中毒から抜け出すには。パンダお前、男のくせに甘いものばっかり食べやがって。これ以降甘いものを禁止だ。理由が昭和の教師すぎる。オフィス内のお菓子や砂糖、甘い飲み物などの持ち込み自体を全て禁止する。そんな、プッシュと。これから僕どうすれば。しばらくは辛いだろうが、何とか乗り越えろ。それからしばらく禁断症状を起こしながらもパンダは必死にこらえるのだった。数週間後。パンダさん、元気になってよかったですね。もうすっかり砂糖中毒は抜け出せたな。心配かけてごめんね。おいパンダ、まだ甘いものを隠してるんじゃないのか。あるだろうな。すべて俺によこせ。もうないですよ。ちぃ、ペンギンシャチ、お前らはないのか。あったら一つ残らず渡せ。上司、もしかしてパンダから回収した甘いものを食べて砂糖中毒に陥ったんだろうな。上司さん、完全に自業自得ですね。うるさい。仕事はストレスがたまるんだ。お前もノンストレス側だろ。僕ってなんでこんなに可愛いんだろう。突然の自画自賛。見た目って遺伝で結構決まるみたいだから親に感謝だな。仕事は真面目にする親なのか。いつもダラダラしてたけどなんで。次回、親から遺伝しやすい特徴7選。パンダのサボり癖は遺伝子レベルで起こっているのか。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するということあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ。この腹黒パンダが。